暖房です。暖房が当たって当たって、気合戦してないです。今日はね、今日はね、お仕事撮影した後にちょっと時間が5時間ぐらい暇になってあのレッスンだったので、どうしようかなって思って、でなんかあんまり行かない駅だったんですね、今日の撮影が。そしたらあの駄菓子屋さんがあって、駄菓子買いましたでもなんか雨とか雪とかで綿菓子買ったんですけど、もう袋入ってるんだけど綿菓子溶けちゃったらどうしようって思ってたうん、絶対にないのに袋入ってるから。そう、駄菓子屋さんあって、あー駄菓子屋さんだって思って来ました。なんかメンバーそれぞれ時間が違った、集合時間が違ったんだけど、その一番最初の組で、そうで行きでは気づかなかったんだけど、着いてから駄菓子屋さんあったよねって言われて、あったのってなって、行きたいって思って、帰りリサと一緒だったから、リサとあの今日のこの5時間を過ごそうと、どうやって過ごすかということを昨日からずっと考えてて、そう過ごす予定を立ててたから、一緒に行ってたらあの なんか結構見てたら、いおりが来て、絶対食リサいると思ったって言われたそう、駄菓子屋行きましたみんな大好き駄菓子屋さんです。マツパー行ってギャンギャンに上がってます、ありがとうございます。帰ってきたらちょうどしょこちゃん始まってた。雪大丈夫ですか？なんか私はちゃんと雪降られたのは今年初雪です。今年っていうか今季初雪です。なんかこの前、あーなんかすごい、チュキチュキラブリーちゃんありがとうございます。ゆずきぬさん、ハッピーバレンタイン。ゆずきぬさん、ありがバレンタイン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 、ここです、ありがとうございます。すごいタワー2本分いただいちゃいました、ありがとうございます。ハッピーバレンタイン、なんか今日からバレンタイン仕様になって、バレンタインのなんかイベントもあって、バレンタインって感じだね。ありがとうございます、皆さんもギフトありがとうございます。それなりに雪、それなりこれぐらいこれぐらい雪積もってた。あのすごい、あの警報とかも出てるから、あの出てる地域の皆さんは気をつけてくださいね。外出る予定のある方とか仕事午後から帰っていいよって言われた。お、でも結構なんかトレンド、 X のトレンドで帰宅命令みたいなトレンド入りしてて、あ出てるんだってなりました。ハートのお肉がもらえるみたいです、やったまあなんか何ポイントとかなんかよくわかんないけど、もしあのゲスト投げたいなーっていう、何か投げたいなーっていう気持ちの方は、あのバレンタインギフト投げてもらえたら嬉しいです。スーパーはもうひな祭りだった、早いね、やっぱまあそうだよね、もう1ヶ月もないもんね、その間が。昨日の夜から雪予報だったのに雨でした。でも雨降っ、なんか雪降って雨降って止んでまた雪降ってみたいな感じでしたよね。
通行止め、あら、ね、電車も結構遅れてたりとかしてますから、みんな気をつけてくださいね、本当に。千葉は全然降らないです。学校午前で終わってただラッキーだった。降ってないんだ、千葉県は。関東でも出てましたよね、なんか注意報みたいな、警報注意みたいな。もう雪はいらない。でも雪、私あの今季この冬初雪だから、なんかちょっと嬉しいなって思ったけど、そんな警報出るんだってなった。なんか前回も大雪って言ってて、あの雨全然、あ雪も全然降らなくて普通の雨だったから、なんか今回もどうなのかなって思ってたけど、雪降って初雪でした。でももっとすっごい雪降ってる地域の方もいると思うから、本当に気をつけてください。そう、メンバーと話してたのは、えこの中車運転は本当に怖いよねっていう話をしてましたので、皆さんも気をつけてくださいね。自分も仕事お休みになりました。結構いらっしゃるんですね。渋滞に耐えてます。そうなるよね。まあありがとうございます。この声聞きながら渋滞に耐えてください。この先もね、積もるのは久しぶりですね。夏休みになった室内なのに、まあでも早く帰ってお家にいた方がいいですよね。ヨウさん喜んでたよ。でもみんな、みんなというか、そのこっちの方は全然雪降らないから、雪だーってなる。雨より雪の方が私嬉しいですね。だって雨で写真撮んないけど雪は写真撮りましたもん。ひでちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。あ、雪降ってないけど早く帰りたかったです。そうやって思う時もあるよね。定時で上がりました。でも本当に今日は早く帰った方がいいですよね、雪降ってる地域の皆さんは。マツパです。エクはしてないです。マツパ、そう、なんかたまになんか、あ降ってるってなっても積もらないからね。積もるって言ったってこういう感じなんだけど、そのよく雪降るよっていう地域の方もこんな積もって、こんな積もってるかもしれないけど、あの東京でもこれぐらいは積もるっても珍しいのでね。あ積もってるってなります。雪だるま作ってきた、いいね。だから雨よりかは雪の方が嬉しいです。でもやっぱ坂とかあると怖いよね。なんか小学生の時とかの登下校本当に怖かったもん。横浜積雪4センチこんぐらい。でもあれだよね、その道路とかはまだその車が通ってたりとか、あの歩道だったら人が歩いてたりするから全然なんかビシャビシャって感じ。
全国的に今日は雪とか雨とかなんですかね。九州も雨みたいで、でも今日は朝からだったんですけど、朝はあの雨も降ってなかったから、まだまだ良かったね。今日は早寝しますので、できたら早く寝たいなって思ってます。今日は朝から会って5時間の休憩がありレッスンだったから、そしたね。今日もなかなか起きれなかったね。1時間アラーム鳴り始めて1時間後に起きて、やばい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 って急いで準備しました。本当はご飯をしっかり食べる予定だったのに、全然ちょっとしか食べれなかった。帰ってきて食べました。休憩中はリサと、まあ駄菓子屋さんに行ったのもそうなんだけど、リサとよく鬼退治とかを一緒に見るんですね。鬼退治っていう番組なんですけど、そう、それをいつも見てるんですけど、逃走中とか鬼退治とか、そう、それをカフェで見てました。はい、まあでもそれまでにまず撮影が終わってご飯食べて駄菓子屋さん行って、移動も結構時間かかったから、そうって感じですね。鬼退治は毎回見てます。兵庫の帰りに、ね、鬼退治やってたらしいよつって、じゃあ見ようつって、その時間にうちら暇だから、うちらは結構、うちらはっていうかショコリさんはよくなんか一番になることも多い、一番の集合が多いんだけど、早く終わるのはめっちゃいいんだけど、その後何かあるとめちゃくちゃ時間が空くんですよ。そう、それがね、まあ誰かがならなきゃいけないことだからしょうがないことだと思ってるんだけど、 その一番最初の集合になってめっちゃ時間がある率が高くて、しょこりさんはなんかそういう時間をよく過ごしてます。カフェに行ったりとかしてますね。そう、なんか普通に撮影が、まあ、朝早いのはすごい私的には起きるの苦手だからあれなんだけど、まあその分早く帰れるってなったらね、まあ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 みたいな感じだったけど、もうラッシュだったし、もう電車もこうやってこうやって行った、こうやって私も通勤した。一回家に帰って寝たくなるやつ。そうなんだよね。でもそのちょっと離れてる、あまり行かないような駅だったから、そういうわけにもいかず、ショコもそう、ショコもこうなるよ、押しつぶされる。ラッシュだったね。だからもう朝早いしラッシュだし、合間めっちゃ時間あるし、もうどうしようってなってた。そう、明日はサイン会このルームでやります。多分明日はちょっと午前中からあるから、サイン会終わって帰ってきてちょっと配信してインスタライブやろうかなって思ってます。そう、明日はサイン会だから、多分準備、いつも準備の時間やってるんだけど、準備は多分できないから、できないから、配信ちょっと終わってから帰ってきて配信ちょっとだけしてインスタライブやろうかなって思ってます。
皆さんたくさんお名前呼びますので明日ぜひ見てください。6、9、11、14の4日間、そうです。予約ショールームの予約投稿、予約ライブ予約しとこう。明日は6、18時半からだっけ、サイン会17時半からですかね。なんかいつもより早くないか。明日は一部です。こうでしょ。次2月9の第一部二部ですね。私は17時半、17時30分で11日、あれ11日は20時から22時まで。19日、14日バレンタインデーはもう20時から。よし、予約投稿した。予約投稿いたしました。予約投稿じゃない、予約配信。はい、明日は一部で17時半からですね。はい、よろしくお願いいたします。17時半からです。嬉しい、前回前日で幸せだったから今回も前日も申し込みました。ありがとうございます。嬉しい、たくさんお名前呼ばせていただきます。配信予約をしました。そう。天中さん、ありがとう、ピットコマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。予約、まあ予約以外にもやるけど、やるけどこの日は絶対この時間ですよって感じですかね。うん、2時間あるので、その配信自体大体2時間なので、いつ呼ばれるとかちょっと分かんないんだけど、何順とかも分かんないから、あれランダム。カノンさん、ビギナー、こんばんは、よかったら見れる方は見ていただけたら嬉しいなと思います。呪って呪って100万回再生ありがとうございます。あ、インスタで何楽曲スタンプみたいなのができるので、よかったら私のやつで楽曲スタンプ貼り付けていっぱいコメント書いてもらえたら嬉しいです。おめでとうってありがとうございます。そう、今日はね、なんかメンバーも、そう、昨日配信でオフショルニットの時に、なんかその歌が上手になったって周りのファンの方が言ってくれたってコメントいただいて、そう、嬉しいなって思ってたけど、今日メンバーにもオフショルニットでなんか翔子上手になったなって思ったって言われて、なんかみんなオフショルニットって言ってくれて嬉しかったです。本当に嬉しかったです。みんな優しい、なんかね、本当にね、メンバーって褒めてくれるんですよ。嬉しいですよね。新曲のチョコちゃん大好きです、ありがとうございます。モネさん、ビギナー、ありがとうございます。ね、朝目覚ましテレビに出てたみたいですね。
そう、みんな褒めてくれて本当に嬉しかった、ありがたいです。もっともっとね、上手になったねって、上手になったねっていうよりかは上手だねって言ってもらえるようになれるように頑張りたいと思います。今年も本当に優しい世界です。優しいよね、そのメンバーみんなさ、それぞれなんか本当に良かったよとか、そのメンバー同士で言い合える関係っていいですよね。嬉しいです、私も褒めてもらえて、メンバーにもそう、嬉しかった、すごい嬉しかった。なんかそのメンバーだけじゃなくて、昨日のショールーム中にもそうやって言ってもらえたから嬉しいですね、うん、自信になると、もっと頑張ろうというか、なんかやっぱ褒められると伸びるというか、褒められると余計にあのもっとあの上手になりたいっていう気持ちが増しますよね。そう、まあその褒められなくても上手になりたいっていう気持ちにはなるんですけど、褒めるの逆の言葉を言われたとしても上手になりたいっていう気持ちではあるんだけど、やっぱ褒められるともっと上手になりたいって思えますよね。私は本当に褒められて伸びるタイプの人間というか性格というかなので、そう、嬉しかったです。そうやって歌う機会を、なんか一曲の中でたくさん歌う機会って今まであんまりなかったから、そういう機会をいただけて嬉しかったです。なんか前にそのユニットでカバー曲とかやらせていただくときとかも、一人だけソロがなかったりとか、そう結構あって、何人かで歌うとか、そうしかなかったりとかだったので、そう今回そうやってなんかソロをいただけたことが嬉しかったです。その元の既存のメンバーの歌割りなのかもしれないけど、私はソロをライブで歌わせてもらえるっていうのが本当に嬉しかったですね。ライブで声裏返んなくなった、あーそう、うん、それはでも本当に気をつけてるけど、気をつけてても裏返っちゃうときは裏返っちゃうし、そう落ち着いて喋ろうっていう気持ちでしかないよね。うん、嬉しい、みんなね言ってもらえてありがとうございます。今来ました、こんばんは、こんばんは、嬉しかったです。日本のショールーム見てずっとしょこちゃん推しでいることを決めました。嬉しい、ばっちゃんありがとうございます。ぜひあのずっと応援してもらえてたら嬉しいです。神戸でアマメラって聞けて嬉しかったです。アマメラでデンスタートしよう、ドライブでと。努力家ってよく言っていただけるけど、まあみんな努力してるからね、みんな努力して、歌が上手い、ダンスが上手いメンバーもそれ以上に上手くなってるから、そう本当に追いつくということは本当に難しいことだとは思うんですけど、足は引っ張らないようにはい、これからも頑張りたいと思います。チョコちゃんの歌いつか絶対に生で聞きたいです。ぜひ聞きに来てください。嬉しい、
ソロパートあるとやっぱり飽きます、お得なので。そうですよね、私もソロパートいただけると嬉しい気持ちになりますし、皆さんが喜んでくれるかなって思えるのがすごく嬉しいですね。あなたの秘密ならもあるからね、そう、呪って呪っては。あとは女の水には瞳と歌ってますあとはじゃない、そこむずい、あのね、あのこう短い方がむずい、私的には難しくてじゃないって、透明じゃない、緊張しちゃう、あの入るとこうやってなっちゃうの、あの大縄跳びみたいな気持ちになっちゃうから。そう、歌があの上手なメンバーとかは全然多分そつなく歌えるのかもしれない、こなせる歌えるのかもしれないんだけど、あの私は本当に大縄跳び入るみたいな気持ちになっちゃうの、ドキドキしちゃうドキドキしちゃうのね、本当に。だからなんかじゃないなと後ろ向くんだけども、はぁーってなってる、もう本当にちゃんと息吸わないと歌えないのに、あの息が詰まります、緊張してね、1番にソロパートあるのありがたいですよね、嬉しいです。なんか2番ってテレビとかで披露の時とかって1番ワンハーフって言って1番の後もうラスサビに行くことが多いから、2番をテレビで披露とかはなかったりとか、まあなんだろう、アイドルフェスとかフェスでもうワンハーフとかが多いから、そうあんまり披露する機会はなかったりするんだけど、1番ってあんまりカットというかされることはあんまり少ないから、そうものによってはなんかその曲が短かったりしたらフルで歌う時もあるし、そう逆に長くてあの1番だけどカットされたことも今まであったりするから、そう なんとも言えないけど、そのまだわかんないんだけど、ワンハーフの尺とかがわかんないから何とも言えないんだけど、なんか1番にソロあるってなるとすごく私はあの嬉しいですなんかね、あ絶対にあのテレビになんかテレビだったらね映していただけるかなとか、そのソロがないと自分映るかなってすごく不安になりますいつも瞳とのパートあるよなって思いながら聞いとった。そう、瞳とのパートあります、女の顔非常に、そう2番ですね、女の顔非常に、うん、私よりしょこちゃんにゃんにくろが目標、ぜひ会いに来てくださいじゃない、めっちゃ好き本当にありがとうございます。大縄跳びの表現いいですか本当に。いやなんかね本当にむず、あのなんかずっと苦手意識があるから余計にあのもう本当に緊張しちゃうのしょこちゃんのパートむずいのかな、わかんない、そのわかんないけど、ああと一番緊張、一番はちょっといろんなところがありすぎてわかんないけど、すごく緊張したのがあの神戸のスイート16の門限を破ったりこうしてするのかなが私のパートだったんですよ。21時だぜって言ってるクロックマンがあのするのかなが高いんですよそうで本当に緊張しました、あ裏返ったらどうしよう、すごく緊張しましたね。うん、ひーなー父さん、初見始めましてありがとうございます。ノロノロの衣装で好きなポイントは
もう好き要素しかないんだけど、まず記事にイコールラブっていうのが入ってるところ、あの洗剤とか見てもらえたら分かるんだけど、はい、っていうところと、あとなんかネクタイが、ネクタイにあのキラキラがついてたりとかしたり、あの結構あの上下分かれてる衣装が私結構好きなので、だそうだったり、肩出しとかの衣装も多くて、肩出しは結構好きだから、そうお気に入りですね。あと本当に私あのああいうかっこいい系の衣装結構好きだから、あのもう好き要素しかないですね。はい好き要素しかないです。あなたの秘密なら、雷鳴ってる、嘘鳴ってた？みんなに、え、聞こえ、このルームで鳴ってた？全然私気づかなかった。私喋ってたかな？リコちゃん、誰かわかんない。スールのかなが本当に、あのね、そう歌ってました、私そこ。聞いてる感じめっちゃ安定しててバッチリだった。本当に？よかったです。本当にね、緊張した。チョコがリコちゃんパートワーク、リコちゃんか、スタカーってなって最初そこの歌わりってなった時に、スイート16のそう唯一ソロをいただいたところがそのスールのかなで、もう本当にドキドキだったミックスボイスは全然あの出し方がよく分かりません。なので地声でやってます、いつも歌ってます。なんかそれがミックスボイスだよって言われたら、あそうなのかなって思うけど、正直自分がミックスボイスだなって思って出してはないから、うん、自分的にはできてないなって思ってます、うん、ですね。振りも歌い方も好き、嬉しい。あなたの秘密なら初見者やビギナーさんも増えてきたよね、ありがたいですね本当に。なんか初見とかビギナーさんでも、あの見てるよって方でもさ、あのコメントとかしない方もいっぱいいると思うけど、そうやってコメントしてくれて嬉しいですね。衣装かっこいいよね本当に。なんかあのチェーン、ジャケットからネクタイ、ネクタイからまたこの反対側のジャケットにこうチェーンがこうつながってるんですよ。それも好きですね、私チェーン好きだから、小学生の頃からチェーン大好き杏ちゃんとかはなんか地声なのか裏声なのかミックスボイスなのか分かんないぐらいこう滑らかなんですよ全部が。そうだからすごいなと思う。私は地声があーだったとしたら、裏がみたいな、もうほぼ消え、なんかいないみたいな、はーみたいななっちゃうから、そうなんかミックス出せるようになりたいなと思うけど、自分が意図してミックス出してるなって思って出せないから悔しいですね。三つ編みの触覚可愛すぎ、あ、MV では触覚が三つ編みになってます。そう MV はもうヘアさんにお任せしてたので、そう MV とちょっと違うかもしれないんだけど、洗剤はそう今回はお任せヘアですね、うん、あ、髪の毛抜けた絶対、いてープチって言った。え、今のって雷じゃなくて多分風だと思ってるんだけど、え、これ雷なの？え、風だと思ってるえ、風じゃないの今の雷なんだ。みんななんかいろんなところで雷鳴ってますね。雷なんだ、私風だと思ってた。今のですか？今ゴロ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 ゴゴゴゴゴゴみたいな。
みなりか。みんなに言われるまで分かんなかった。雷なんだ、風だと思ってた。ずっといろんなところで鳴ってますね。初後のお腹の音もそう、雷みたいな時あるからもしかしたらそっちかもしれないけどまあ雷ってことにしときましょう。私がもし鳴っても雷平気。なんか光ってから音が鳴るまでが早いと怖くなります。うん、怖、近いってなるけど、なんかちょっと光ってからだいぶ時間が経って鳴る分にはまあちょっと離れてるなと思うから、うん、いい平気です。でも近いとなんかもし自分に当たったらどうしようとか思っちゃって雷の時って木の近く歩かない方がいいんですよね。なんか木にこう落ちやすいらしいですよ。気をつけてくださいね。気をつけようがあるのかわからないですけど、雷が怖いっていうより雷で停電したら怖い。でもありますよね、なんか急に停電する時とかで外出たらどこも停電してるみたいな、いますよね。車乗ってたら無敵なんですか。車に落ちることはないんだ。怖いよね、そういうのは。怖いか、風強いです。雪が真横に降ってましただから傘をこう縦にしてました。縦横なんていうのしてましたね。真横でなんか傘の意味あるんかって感じでしたね。本当に本当に冬の停電寒くて困る。確かに布団にくるまるしかないですね。なんか全部だもんね。停電したことありますよ。なんか停電してもなんかうちのマンションだけすぐ着いたわみたいな時もあったりする。マンションだとなんかそういうのあるらしいですね。知らないけど知らないけど、なんか小学生とか中学生とかの時になんかそんな感じだった気がする。なんかそのマンションのなんかでみたいならしいですよ。知らんけど知らんけど、ふうがいないって。ではちょっとあんま詳しくないけど、なんかお兄ちゃんが言ってた気がする。マンションはなんかそういうのが流行らしいよみたいな、なんかよくわかんないけどらしいです。そうだ、今夜エコラブ愛です。よろしくお願いします。エコラブ愛、ベランダに雪積もってきた。積もってると思ってるけど、さすがにいや、どれぐらい積もってるか知らないけど、積もってると思いますね。
キーコラボ愛が公式ありましたね。そうロケ企画みたいなみたいな感じ。競争カタストロフィーの生写真が出たのね。ポニーテールです。ポニーテール、リボンキュール、これが好きなんでしょう。チュンチュルチュチュルチュルチュルチュチュル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 。探しても探してもいつかだから待ってちょっとびっくりだよね。なんかコラボ愛メイク薄いかも私なんか前髪変、やばいやばい。長靴久しく履いてないですね私は。今日は26時55分からメンバー待望のロケ企画、シソンヌ二郎さんのファッションをイコラブがコーディネートです。ぜひぜひご覧ください。多分これは関東ローカル地上波なので見れない地域の方はよかったら TVer に、 TVer で見逃しあるのでよかったら見てください。ぜひ。思い出して録画してきた、ありがとうございます。26時55分だからまあちょっと夜更かしなんかしてもらってよろしくお願いします。高田ニキさん、ビーナーこんばんは、ありがとうございます。お腹鳴ってますいやちなみに言うとお腹消化音が鳴ってるから、なんか最初そ雷って来た時にそれかなとか、私鳴ってたかなって思っちゃったんだよねお腹も実際消化されて消化音が鳴ってます。チョコはその頃夢の中、いや昨日は2時までお仕事してて、在宅ワークしてて、そうだから寝るの遅くなっちゃって、今日朝早かったから全然起きれなくて起きれなくて本当に本当に危なかったです。1時間半前に起きてご飯を食べようと思ってたのに、30分前に起きました。危ないです。そう今日も在宅ワークをするか早く寝るか悩んでますはい、まあ自分で決めれるっていうのがいいですよねすぐ起きて行動できるのすごい。でもなんかずっと目覚まし鳴ってうるさいなーと思ってずっと切ってたんだけど、やばっ30分前みたいな感じでした。無事にちょっとだけご飯を食べて、もうしっかりご飯食べていこうと思ったのにちょっとだけご飯食べて家を出ました。イカシ焼きまだ食べてないです。スープを今日の朝も帰ってきてからも飲みました。今日のお昼ご飯が今半の天丼で美味しすぎました。お米一粒残さず食べました
美味しすぎました、本当に本当に。美味しかった。そう、今半の天丼、天重美味しかったです。お、私もお昼天丼だった。お、おそろっち、いちごさん。あ、そば飯はね、まだ食べてないですけど、あの、まだっていうか家でも作ってないんだけど、明石焼きは冷凍の買ったから食べようと思います。でも明日食べたいね、ものが決まってるから、もう明日の朝は食べません。明石焼き買えてよかった、本当に。なんか冷凍とかなんかあるものなのかどうかも分かんなかったから、あるーってなって嬉しかったですね。そう、冷凍ありました。びっくりだよね。飛び切りサプライズを、最高のタイミング、前髪は短めで遅れへも来る、そうだピンクのリボンにして、そうだ、なんか自分の歌わりじゃないと本当にさ分かんなくなっちゃう。そうだピンク、オーダーピンクのリボン、塩だってか。今日前髪結構長め、長、なんか切っても切っても長いんですよね。そして今日はケープをたくさんかけたのに、あの雪で、あの濡れて、もうこんな感じですね、残念ながら。一番似合う、私はだってを歌ってます。瞳が一番、瞳とキアラが、そうだピンクのリボンにしようで、私とリサかなが、あ、違う、そうだピンクのリボンにしようはリサと瞳かな、でダーテが私とキアラで、一番に合うもんが瞳です。いや、傘使ったけど、使ったけどっていう前髪ね。リサが、あーもう前髪やばいっていう横で、私見てって言ったら笑われた。リサにいつも笑われる。前髪すぐ崩れるじゃん。短い、なんかリサは短いからちょっと崩れてもうこうシースルーみたいに なるんだけど、私は前髪長いから巻きが落ちてもうこんなになっちまうんです、残念ながら。揺れる髪を見つめてる、君の目はすでにハート、ちょっと好きになって、ちょっとわざといくらいがいいでしょう。メンバーのせん、ぬみちゃんの選曲はメンバーで決めたの？いや、あのアンケートみたいなのあったんだけど、それを含めスタッフさんが決めてますね。スタッフさん、指原さんが決めてくださってますね。なんかその、あの、こうなりましたって感じですね。私たちは、あ、これやるんだみたいな感じです。一応、あの、アンケートを取っていただいて、いただきました。なんかいろんな方の話し合いとかなのかな、ちょっと誰が決めたっていうのはちょっと分かんないんだけど、はい、です。メンバーで決めたわけではないですね。シュレニット可愛かった、嬉しい。でもオフショルニットは、あの、なんかもともと聞いてはいたんだけど、あのオフショルで踊らせていただいたんですけど、あのこういう振りがあるからもうキュッて上がっちゃうわけですよ。そうだから、これでいいよって言われてこうやって踊ってた。そう、
止まりきれないのよ気になって。でも今日も高いよねここね。届けてる君やて SNS だからこうやってみんなしてこうやって一生オフショルにしなきゃってライブ中こうやってやってた。めっちゃテンション上がった、嬉しいですなんかオフショルニットはそのオフショルニットがね、そもそもノイミーちゃんのオフショルニットが MV とか上がった時点でなんか自分はなんか好きだけど自分がカバーする日は来ないだろうと思ってたんですね。だから嬉しかったですそうイメージ的になんか自分がというかファンの皆さんがこのメンバーかなーっていう中に私は多分そのイメージというかキャラというか的には入らないだろうなーって思ってたから、なんか好きだけどやることないんだろうなって勝手に思ってたから嬉しかったですとっても嬉しかったです。なんかイコノイジョイとかでさこうシャッフルとかしたりとかするときにさ、そうあるとあるじゃないですかね、まあ、今後は知らないですけど今までユニットとかやってきたから嬉しかったです。オフショルニットできてなんか私的にその衣装本のショールーム重版のショールームの時にも言ったんだけど、普段とは違うっていうアイドル像というか、なんか普段ズボンが多いからスカートの衣装が好きだったりとか、もちろんパンツ衣装はめちゃくちゃ好きなんですよ。そのそもそもの滝脇翔子としてめちゃくちゃ好きなんだけど、アイドルでいる滝脇翔子はスカートが普段履かないからこそ履きたいなっていうのはそうあって、そうだからなんか可愛い系のお洋服とか本当に嬉しくて、その似合ってるか似合ってないかは別として、好きなんです。可愛い衣装が普段がなんかこうパーカーとかいっぱい着てるから、そう可愛い系がそう着れたり可愛い系の楽曲をこうユニットで選んでいただいたりとかがすごく私は嬉しかったです。とってもそう、イコノイジョイのパンツ衣装は私もめちゃくちゃ好みめちゃくちゃ好みだし、なんかちょっと方向を変えたら私服でも着てそうなくらい好みです一着ぐらいあってもいいんじゃないかなって思うくらいめちゃくちゃ好みです。でもそれをそのめちゃくちゃ好みの衣装をロールモデルって言っていただけたのがすごく私は嬉しかったですねそうパンツ衣装も大好きだし、長ズボンってなかなかないから嬉しかったですね。でもね、可愛いメンバーがいっぱいいるからさ、自分は多分普段が可愛い系の服とか着ないから、キャラも別にこう可愛いとか萌え台詞よくやりますとかいう感じでもないから、そうできて嬉しかったですそうレースとかいっぱい入ってたりすると嬉しいです。私は普段着ないからこそアイドルだからできるっていう特権というか、アイドル特権というか、まあ普段ももちろん着ていいと思うんだけど、普段は着ない滝脇翔子が見れるから私は好きですねって感じです。高田仁希さん、初見ながら星ありがとうございます。村民さん、雷がくぶる、なんかもう本当にいろんな地域でね雷がなってるみたいで、もし外の方は気をつけてください。お家で当たることはないよね。
それだったらめっちゃ怖いんですけどそれだったらめちゃくちゃ怖いんですけど大丈夫かな。ショコはキアラのピンキー衣装が着たらえってなるの？えとはならないし、あの嬉しいけど、そのなんか似合ってるかなって不安にはなるかもしれないそう、フリフリ多めとかだとすごく私自身は嬉しいですけど、似合ってるかなってはなるかもしれないね特にフィッティングの時ってメイクをバチバチにしてるわけでは、まあ、してる時もあるかもしれないんだけど、してる時してない時が多いから、なんかもう本当に顔はほぼすっぴんなのに衣装着ちゃって、なんか大丈夫かなってなることが多いですね。あのどの衣装でも今までもねそう、あ半までです、あもう28分ですね。 SNS もやりたいのでね、そろそろ終わりたいと思いますが、なんか別になんか嫌なんだけどみたいな衣装はもう今までなかったし、なんかちゃんとその私たちメンバーのことを分かってくださっているから、そうありがたいです本当に。うん、ベイスターズのファンフェスで知りました、ありがとうございます。ベイスターズのファンフェスで知ってこのルームにまで来てくださって嬉しい、ありがとうございます。たまにこのルームでもベイスターズのお話するので、よかったらぜひうん、本当にねメンバーに似合うお洋服に衣装にしてくださるのがありがたくて嬉しいですということで終わりたいと思います。ランキングタイム、今日はイコラブ愛なので皆さんぜひ地上波見てください。関東ローカルです。ランキングタイム、13位メリダさん、12位ヘイブンさん、11位テイイチさん、10位タカヒロンリーさん、9位人生じいちゃん、8位タシミさん、7位コムコムさん、6位ユータさん、5位ヒデちゃん、4位つるっとデコポンさん、3位クロノさん、2位天柱さん、1位ゆずきぬさんです、ありがとうございます。バレンタインタワー2本分もありがとうございます、ゆずきぬさん。2列目、バナナさん、ゆきはさん、スラスラさん、いとぱんさん、パイナップルさん、クイズさん、メロンパンさん、福野しそさん、あおちゃん、にじいろさん、 URP さん、りのみさん、とろろ昆布さん、ハラディさん、リースさん、ルルルタンナさん、フナエモンさん、バサラさん、チビタンクさん、カイトさん、トラッシュさん、ロガロさんです、ありがとうございます。たくさんの星投げ、ギフト、コメントありがとうございました。ということで終わりたいと思います。この後 SNS 更新するので見てください。ありがとうございました、感謝、バイバイ。平面だけどおやすみなさい。 SNS 見てください、ありがとうございました。